ロワール県からはサントルベルド・ロワール地域圏なんですね。そしてロワレ県、ロワール・エ・シェール県、アンドル・エ・ロワール県、ベン・エンヌ県、ベ・エンヌ県っていうところを通っていくんですけど、ここからヌーベル・アキテーヌ地域圏っていうところに入っていきますね。そしてドゥーセンベル県、ドゥーセンベル県、シャラントマリティーム県かな。で、次のね、ジロンド県がボルドなんですよ。ボルドで泊まると。ボルドで。ここはボルドのところね。で、次の日ね、ランド県っていうところに入って、そしてピエネアンランアトランティック圏っていうところに入るんですね。で、そのままスペインに入っていく7カ国目のスペインですね。スペイン。バスク州。バスク州っていうのがあって、その中のギプスコア圏、ビスカヤ圏っていうところに入っていきますね。なんとかセバスチャンという町はここだったと思いますけども、他のね、細かいところの町はね、ちょっとね、今すぐわかんないんだよね、記憶がね。で、あとカンブリア州っていうところを通って、アストゥリアス州あたりでね、一回泊まったんですけども、なんていう町かどうかね、ちょっとね、調べなきゃわかんなくてね、今すぐわからなかったんですね。多分この辺りのどっかで泊まったんですよ。で、次の日、そこからまたね、だいぶ時間かかってですね、途中ガリシア州を通って、もうよ、暗くなってからですね、ポルトガルに入るんですね。ポルトガル。ノルティ地方の川を渡って、最初のビアナド・カステロ県っていうところに入ってホテルを探して泊まった。まあ次の日ね、またブラガ県とかポルドの方に向かうという、そういう感じで動画がまた終わります。この内容の動画をですね、4分割、6分割、何分か分割して今回お送りしようかなと思っているので、よろしくお願いします。大きな町はホンテベドラっていう大きな町があるんですけどね、やっとね、この町にやっと今頃たどり着いたのかもしれないんですけど、ねえ、いい町に来たね。この町も遠いすぎていくんですまよ、だ今ね、日は。ここはね、スペインなんですよ。こんなにね、大きい都市はね、やっぱりね、18時ってなってますね、今ね。ポンテベトラの可能性が一番高いと思いますね。あとはちょっとね、それたところにね、ビーゴっていう町もあるんですけどね、そこを通るとね、ポルトガルとはあんまり遠回りになってしまうんでね、その確率は少ないんじゃないかなと思うんですけど。雨が降ってますあね。とね、オボリーニョっていう地名もあるんですけうっどね。すら虹が見えてますね。そこかもしれない。どうでしょう。曇りと雨と虹。うっすら虹。どうでしょう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 。少し太で陽もがね、出さたっいいきかな。ね、大きなさ、海みたいなところを渡ったでしょう。
もしかするとあの虹が大見えきてるなね。海が見えたところがね、ヒーゴーの町のね、たまえっぽいような感じもしないでもないんですけまどたね。町に来ましたね。またちょっと大きめの町にやってきましたね。高速道路を降りて一般道を走ってるような、こんな大いいきいね。町。寂れたま町だまのあだるポルトガル遠い町。ところ走ってんのかな。まだポルトガルは遠ちょっそうだとね、ね。記憶がね、曖昧なんそうだなんよですよ。ね。記憶が曖昧なんですよ。渋滞しております。もう一回この辺旅してみないとね、記憶を取り戻せないかもしれないでもなんかね、こんな都会の街、スペインのね、北西部なんですけどもね、少し車を降りちゃっ相た当ね。ね、手前からね、朝からね、運転していたってことですよね。ビーチでね。ゆっくり海を眺めておりますビーが、チでのんびりですね。いい景色なんでね、降りてしまったんですね。また先を急ぎましょう。車に乗ってですね、もう気分的にはこの辺で止まりたいなっていう鍵気を押分なんすですけどとね。ロックまあでが開くのも、かな。ポルトガそルしをていよいよ急ごうっていう夜感がじ暮でれてすきましてね、いよいよね、ポルトガルとの国境に近づいてきておりますね。ポルトガルとの近くの街並みでございます。ちょっと暗くなってきて、撮りづらくなってきてますけどね。ね。ほう。僕は今眠いんです。2022年の3月のナレーション的にね。暗くなってきましたね。モーチキック川を渡るとポルトガルです。まあ、夜中の道をヘッドライトだけを頼りにして走っております。おそらくね、右側にはね、川が流れているんですね。